2008年のジュネーブ賞で発表されたマセラティグランツーリスモ S はマセラティグランツーリスモの高性能バージョンという位置づけだ。標準グレードからの大きな変更点は2つ、専用パワーユニットの採用とドライブトレーンの変更である。グランツーリスモ S に搭載される V 型8気筒 DOHC ユニットの排気量は 4691cc と標準モデルからおよそ 500cc 拡大。スペックはベースモデル比で出力35馬力、トルク 3.0 キロ向上して最高出力440馬力、最大トルク50キロまで強化された。トランスミッションにはシリーズ初となる2ペダル式セミオートマチックギアボックス MC シフトを組み合わせる。さらに驚くべきことに、ギアボックスをリアデフ側に配置するトランスアクスルレイアウトへとドライブトレーンが改められている。まるでレーシングカーへのコンバージョンよろしく、前後重量配分の大胆なリセッティングも行われているのだ。これらグランツーリスモ S 専用パワートレインに合わせ、ダンパー特性の変更やリアスタビライザーの強化、シックスポットブレーキキャリパーの採用が行われるなど、シャシーも専用セッティングとなっている。ベースグレードに対するグランツーリスモ S の外観上の変更点は、ホイールサイズの1インチアップやブラックアウト処理が施されたヘッドライトなど、ごくわずかなもの。しかしその中身には、レーシングカー並みの性能を秘める超高性能 GT で自動車好きを魅了してきたマセラティブランドの確固たる伝統が息づくものとなっている。